いかがだったですか。ちょっと感動しました。感動した。はい、楽しい。自分たちのことなのにすごい感動しました。なるほど。でもあとちょっと照れくさいですよね、こんなに自分だけを。あの普通さ、あのライブ DVD とかだと歌ってるところしかやっぱ抜かれないじゃないです か、 か、ね、人が歌ってるところもこんなカメラで追われてるっていうのはなかなかないんで、楽しかったね。スカイツリーさんに感謝ですね、こんな最高なロケーションで、はい、ね、こんなに大々的に私たちの映像を流してくれるなんて。今日はあの新大阪から、はい、あの東京まで、あのモノノフの皆さんと一緒に、あの新幹線に乗って、うん、あのスカイツリーのツアーをしようっていうなんか、はい、イベントがありまして、ももクロ新幹線に乗ってきました。車両ごとにメンバーそれぞれがあの回ってみんなで一緒に写真を撮ったり、はいはいはい、記念切符をお配りしたりとか。あ、そんなもやったの。はい、車掌さんの格好してやりました。そうなんですね。前回こうスカイツリーでこうして、うん、あのイベントをやらせていただいた時に、うん、今一番やりたいこと何ですか、うん、ってこう聞かれて、はい、あの新幹線の車内アナウンスをしたいですっていう風にやったね、うん、ここで言ってた、はい、うん、言ったので、こんなにこう早く夢が叶うと思ってなくてすごい嬉しかったです。ももさん、その4色のパフェですかね。そうなんですよ。それ何ですか。パフェなんですけど、上にアイスが乗ってて下がゼリー。あ、これゼリーなんですか。4色のゼリーなんです。これあの雲をイメージした綿飴が食べたい。食べたい。じゃあちょっと行っちゃ、そっちから行っちゃいましょうか。はい、はい、ね、待って待って待って、ねえねえ、クッキー1個しかないやん。ねえ、うん、いいじゃん。いただきます。クッキー、クッキー、クッキーやだー怖い。食べていいよアイス食べよう。アイスいただきます。いただきます。じゃあこっちチームアイス食べました。はい、玉井さんと高木さんどうですか。めっちゃ濃厚。濃厚。おいしい。高木さんどうですか。クモ食べた。このね、バニラアイスと綿あめのコラボってあんまないじゃないですか。濃厚な甘さにすっきりした甘さがなんか混ざり合って、すごくバランスが取れてます。なるほど。おいしい。桃田さん一言。どう。おいしい。ねえ、夜景きれいだね。アリンの方が綺麗だよあのリーダー、もうちょっと感情を込めて言ってもらってもいいですかじゃあリリちゃんやってみてよ。こっちテーブルも一か八かやってみて、うん、リリちゃん、夜景綺麗だね。しおりの方が綺麗だよ。ほらちゃんとやってるじゃん。今日から始まりましたスラクロ祭り。この日本一高いタワーとももクロのコラボレーションというのは本当にやっぱ嬉しいなと思いますし、たくさんの方が楽しんでいただければいいなと思います。ももクロもね、日本一を目指してまだまだ頑張っていきたいと思います。どうぞスラクロ祭り楽しんでください。ありがとうございました。